にちは MSS プロジェクトです。さあ今回はですねこんななりで、僕ら登場しましたけども、一体何をするんでしょうか。何をすると思いますアルマさん。賭博。あ、賭博惜しい。賭博惜しい。賭博惜しい。はい。綱渡り。あ、綱渡りめっちゃ惜しい。惜しいんだ。レムさん。はあ、運動会。全然惜しくない。さあというわけで今回やる企画はこれ。罰ゲーム実験室。こちらはですね僕たちがライブで行う新しい罰ゲームを考えようという企画だそうです。でまあ言うてもですね、罰ゲームいろいろな種類やってるんですけども内容が尽きてくると。例えばですけども、はいこちら、はい来ました。おお結構音、はいこちらゴムパッチンボールといいまして、実際にやってみますか。そんなにやりたい。はいやりたい。はい言うたこいつら。じゃあやっていただきましょうか。今ちょっとはいって言っちゃいましたけども、ちゃんとこちら、今回ですね札がありますので、はいわかりました。これそれで取っていくの。これからでそういう感じ。どっちがいいかな。もうこれもう見えた。どっちがいいかな。こっちえこっち。こっちかなやっぱ。はい。俺何も書いてなかった。俺も書いてなかった。大丈夫やった。はいキックンさんゴーバッチンボール。さあ鈴木くんさん結局さこしってる。言うてもアルマはそんな本気じゃないから。確かにそうそう。これはお試しプレイみたいなもんだから、そんな本気でやんないから、安心して。3、2、1。うわさあというわけで今回のね企画は終了ということで、はいはいおなんだ警報がなってる。警報なってる。キックの生殖器の警報がはいまあこのゴムパッチンボールですね、ちょっとあまりに過酷すぎるからやりたくないとわがままを言ったところ、じゃあ新しい罰ゲームを考えようじゃないかというわけで今回いろんな罰ゲームを試してみて、ゴムパッチンボールよりももう盛り上がるものがあればね、それを今度から代わりにやっちゃおうという、そういう感じになっております。はい、いっせーので俺ちゃんもおーいおよ罰ゲーム。今回の罰ゲームはこちらです。ドゥル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 。はい、こちら何だと思います。バラですね。はい、こちら実はですね、悠々白書のクラマが使うローズウィップですよ。いや、クラマは使ってなかったよ。だから、これを死にバーンってやったら、ちょっと痛いんじゃないかなと。なるほど。しかも見た目もやっぱりね、こういうバラのね、鮮やかな感じが出てますから。まあ、じゃあ、悠々さん。やっていこうぜ。でも、これ言うてもじゃねえかな。まずは危ねえ危ねえあ、いって、俺やった。じゃあいくぞ。はい、えい。まあそうだよ、まあそうなるわねこれね。そうだね。じゃあ二重にしてみる。もっと短く持たないとダメなんじゃない。そうこれでいく。ああそれなら意外といい。よっしゃ、これ結構効くわ。オッケー。じゃあ、よろさん、ローズウィップの罰ゲームスタート。えい。あ、痛え。しかも見た目もいい。痛え。バラ散ったもんだって。バラが散った。痛いぞこれ。あ、痛かった。痛いよ。どういう痛みだった？いやもうペチっていう感じだけど、やっぱ来るわ。この辺当たるとめっちゃ痛いわ。そうなんだ。バラもね、バラも散ったしたくさん散って、いいんじゃない。あれ、これ意外と良かった。あ、しかもこういう風に使えるしね。あ、口っぽくない？気持ち悪いね。あ、そしてこれ最後にこうやって効かされる。あ、素晴らしいね。いいね、これ意外といい。バラを爆竹に変えるっていう手もあるね。バチュンポカン。あかんやろ。危険な方向に進化して土台すんね。はい、じゃあローズウィップ、こんな感じでした。今回の罰ゲームはこちらです。ブロッケン G、 ブロッケン G、 こいつを顔面で受けたら一体どうなると。顔面で受けたら痛い、骨折れる。ブロッケン G だもんな。ブロッケン G だったらお前はもうそくだけだ。モーターの重さでミニ四駆潰すわけだから。あと話によると作るのが雑すぎてスイッチをオンができないとき常に走り続けてる。誰だよ作ったやつ。あまりにも急いで作ったために。そんなことある？ミニオンファイターを1分間で作ったんだぞ。だってオンオフ関係ない全く。さあじゃあアルマさん、顔面で受けるので寝転がってください。そこでバーって走らせますんで。はい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 。でもアルマさん上半分はもうガードされてる状況ですからね。上半分まで飛んでくる。分かる、ブロッケン G の勢いが。確かにブロッケン G こう来るからね。そうだな、のしかかるやつだから。分かりました。ではアルマさん、ミニ四駆顔面受けよーいスタート。これちょっとスピードがこれモーターなんすかね。モーターついてるモーターでしょ。これノーマルモーターですかね。ノーマルモーターやね。ノーマルモーターでしょこれ。もう一回やってるか。お、まあやった。どう？お、すげえ。あ、むしゃむしゃ。食べちゃった。お前死にかけの昆虫みたいになってるじゃないか。これはダメですねさすがに。ああこれはね、うん、やっぱまず作りが雑だった。だってミニオンファイターに作らせないとダメだね。ああそうだ。だからぶっちぎり速いやつ。そうまあせめてレギュレーション違反したやつ。プラズマダッシュモーターぐらいはつけてくるね。ああなるほどね。というわけでまあちょっと検討の余地ありということで、顔面にミニ四駆でした。今回の罰ゲームはヘリコプター股間にドーン。ラジコンヘリがございます。このラジコンヘリを下に置きます。でこのラジコンヘリって意外とさもう上全開にしたらバーンって、すぐ飛ぶね。飛ぶ。その時に上に股間があったら痛いんじゃないかと切り刻まれる可能性。確かにね、ガーってね。さあというわけでこちらの方をじゃあAOAOでこれ本当に当たるかな。もうちょっと足広げないとダメだ多分。広げて足を広げて、そうそうそうガニ股ガニ股。ちょっとチェックするね。危ねえなお前。ああすまん、ちょっとすまんじゃねえよ今絶対狙ってたよこいつ。振りかなと思って。さあではヘリコプター股間にドーンいきたいと思います。3、2、1、発射！痛え！止めろ。今どうだった？股間にはいかなかったんだけど、太ももをプロペラで挟まれてすげえ痛かった。マジでもうちょっと前に置くべきだったんじゃないやっぱ。ああなるほど。どういう感じで飛んでった？今ね当たったのはね、ここだった。ちょっとこれはこうもう3、2、1。うおっ！天井に挟まった。すげえ。あ、あいつ守り神。守り神ここの。というわけですね。まあヘリコプターに股間にドーンはちょっと技術的な問題が多い。確かに確かに。これ難しい。ちょっとこれも改良の余地ありということで。はい。続いてのゲームはこちらです。お、シャンパン一気飲み。派手だね。やりたくね。ダメなやつや。違います。こちらですね、これ振ってコルクを開けるとポーンって飛んでくるんですね。やっぱその勢いってなかなかのもんじゃないですか、うん、それケツに当てたらどうなるかという。じゃあこちらの方、まあシャンパンケツコルク。シャンパンケツコルク。シャンパンケツコルク。それだとこれがここに入るみたいな。シャンパン時代がね。さあじゃあこれはやっぱきっくんさん、そうだね、うまいので、はい、お願いしたいですね。ではいきます。ふっておお、うわ怖い、めっちゃ怖い、俺見てる、俺らが怖い。ああ来てる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 、おすごいすごい、来てる来てる、すげえ、ほほ、来る来る来る、おお、いつ来る、まだまだ怖え、これあこの瞬間がめっちゃ怖い、あ来る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 、あどうなんかポンみたいな、そんな感じなの、ポンみたいな感じなの、あそうなんだ、でも見た目すごい派手だった、そう見た目は派手なんだけど当たったらポンみたいな、あそうなんだ、そんな痛くないのか、その程度だった、その程度だったんだ、へえ、見た目派手だったのね、音とかもいいからね、そうあとやっぱ待ってる瞬間のがやっぱジェットコースターのドキドキ感に似たものがあったんだけど、そうだね、そんな感じなんだ、いやでもね可能性は感じる一品でしたね。今回考案した罰ゲームはこちらです。生ニンニクハムらしい、これきついで、まあわさびは何回か僕らやってるじゃないですか、 そうだね、そのわさびのニンニクバージョンです。だからわさびと何が違うのかっていうところを、おおきれいに盛ったな。さあでは生ニンニク歯ブラシ、はいといってみてください、はい、どうぞ。うおー早い早い早い、もうこんな感じで磨くんだろうなこいつ、あれこいつでよかったよね、この罰ゲーム、そうだねふさわしいよ、俺ら電動歯ブラシだから、あくそー罰ゲームこっちが食らってるわ、うわくさ、マジ臭い、お前の方はどうなの、こっちは完全に罰ゲームだよね、めっちゃ臭いわ、俺はね生にんにくとかにんにく大好きだから、じゃあむしろ楽しい、楽しい、くさっ、ただ一言いい、このあと俺はメガネを買いに行く予定だったんだけど、やばい、うわやばいやばい、じゃあこれ装着しますねみたいな、どうですか、うわ店員さん、うわこいつニンニク臭ってなるわけ、その後に聞いてくる罰ゲームはね、まあどちらかというと周囲の人に、多分これライブ会場だったらライブ会場の前面の席の人も罰ゲームを食らうことになるから、これはちょっと改良の余地がありますね。じゃあ今度からわさびでやったわさびかな、やっぱり。こちらなんだかわかります？何それ？これはですね、携帯ウォシュレットです。携帯ウォシュレット。そう。サクッと注入？はい。注入はしないんじゃないの？こちら誰かの使用済みです。マジか。それは罰ゲーム。新品です。これに酢を入れて鼻に噴射したらどうなるかと。これもろでやったらさすがにまずいと思うんで、水で薄めます。足りなかったら言えよ。モルこぼしとる。しっかり閉まったのを確認したら、でこちら水圧式になってますよね。砂だけに。砂だけに。でこれ水圧ポンプを10回ほど。10回。10。ここから目をつぶって爆発。いやいやいや。さあじゃあこちらの方じゃあ岩井さん食らうんですけども、俺どうしようかな、ちょっとそこの状態で食らったらあなたのスキンがえらいことになるんで、でもどの位置、ああじゃあこれ取ってってことだよね、全開放でこういうふうにやる、まあ今回お試しですからちょっと後先のことを考えて、こういうふうにやったら一応上に行って服にはかかんない、じゃあそれで、はいいいですか、はいでは、酢ウォシュレットまで3、2、1。見てこれ。これやばいな。これ痛い。ああ、エオエオがこんなダメージ受けてるの見たことない。これ、それは何が痛いの？いやもう巣も痛いけど、直接鼻の穴に水がブワーってくるのがまず痛い。涙目になってる。これやばいぜ。これ今のところ一番やばい。ああ、とうとう来た。これは罰ゲームとしては相当やばい部類に入る。これやばいね。いや、これはですね、いいです。見た目もいいし、うん、受け全然巣じゃなくても痛いぞこれ。ああ、水だけでも痛い。水だけでも痛い。そりゃそうだ、水圧かかってんだよ。巣なだけにダメージ残ってる。でも巣のおかげがなんか鼻通し良くなってきました。毛皮の巧妙じゃん。きっくんさん、今回の罰ゲームは、夏にぴったり熱々タオル首掛けでございます。夏にぴったり。暑いやんけ。いやいやいや、だから夏こそやっぱ熱いタオルを首に巻いてやけくそになろうっていうというわけで、まあ今もう結構これはまあ暑いけども、ただこれ蒸しタオルやんこれ。これはいい感じの暑さだから、これだからもうちょっと暑くしないとさすがにね。おお、これ暑いぞきっと。結構暑そうじゃない？アルマハンダでいいから。これなら大丈夫じゃない？はい、では熱々タオル、これは時間がちょっと勝負ですね。はい、行きたいと思います。ではきっくんさん、熱々タオル執行です。あっちゃー。首は熱いよ。意外と単純でちょっと受ける。分かりやすい。なんか分かりやすかったね。人間の本能的な話。これだってさ、凍ったタオル急にやられてもさ、冷たい。そうだね。そうだわ。反応は一緒だわ。熱々だろうが冷え冷えだろうが。これあれじゃない？もう凍らせたタオルと熱この熱々タオル用意して、本人どっちが来るか分からないと。めっちゃいいね。そっちの方がいいかもしれない。ドキドキして、だからどっちの反応すればいいか分からないから、熱冷たいみたいな。それだね。それはいけるね。これはいいと思いますよ。さあ、というわけで本日ですね、いろいろ罰ゲームやっていきましたけども、今回、これはもしかしたらいけるかもというベスト罰ゲームを選びましょう。何でしたか？いやけど俺は冷や熱タオルはいいと思うよ。あ、冷や熱タオルいいよね。冷や熱タオルは面白いと思う。結構面白いと思う。いやでもね、ウォシュレットやばかったで。あ、やばそうな。あれはでも一番ウケた。お前がやられてると思う。あ、面白い。あんな絵の顔ね、そうそう見れないからね。あとはやっぱあれだな、ローズウィップだな。あれは見た目がいい。あれ見た目は本当に見た目がいいね。あれだからパーンってやった時バーンってやったね。まあでも言ってしまえば1位はスウォッシュレットでしょ。あれそうだと思うよ。1位はスウォッシュレットに決定。というわけで今回1位のスウォッシュレットさんに再び来てもらってます。スウォッシュレットさん、僕やったんで3人の誰かでもう順番でいいや。あ、くそ。さあ、一体誰が罰ゲームなのか見てみましょう。こちらです。あー、俺だー。いやー、これやだー。はい、それではいきますよ。シュウォシュレット罰ゲーム、よーいスタート。どう？これはね、なぜか屈辱感もすごいあるね。やられたみたいな。まあ、あるあるあるよ、それは。さあ、というわけで、罰ゲーム企画いかがでしたか？皆さんもね、罰何もやってないのに罰ゲームされてすごい満足でしょ。今日急に集められて俺今日全然家から出たくなかった。急に集められて、今からちょっと皆さんに罰ゲームやってもらいます。どこのバトルロワイヤルで。最高でしたね。これはね、またやりましょう。まあ今回やった罰ゲームはですね、今後ですね、僕たちのライブの方でもしかしたらやるかもしれませんので、もし生で見たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ僕たちのライブに足を運んでみてくださーい。イエーイ。スゴシュレッド目的で来るってすごいよね。あ、なるほどね。お、そうそう。わあ、これいいぞ。ほらほらほら。お客さん、つまみ出しますよ。お客さん、つまみ出しますよ。希望抱きしめ。はい、皆様動画をご覧いただきありがとうございました。MSS プロジェクトはですね、YouTube、 そしてニコニコ動画にチャンネルがありますので、ぜひそちらの方登録をお願いできれば何よりでございます。多分登録ボタンがこことかありますんで、ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。あとですね、概要欄にですね、いろいろ詳しいことを載ってると思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみて。おっと、始まっちゃった。登録よろしく。